お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者には。俺は三五宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。ネガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。まさかそのために造影を。彼女は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思う。それは違う。彼女は抵抗軍にとっても重要な存在だ。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが五郎様。てっぺえ、それにお前も。分かった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃して。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠ここに現れたということは、私の想像以上に勇敢であると。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣。人前秘部なんだ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、一名ずつで対決を行う。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す。だが彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。どうするんだ旅人。お前が決めてくれ。くだらない、無駄だ。死ね。永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいる奴も強いぞ。無念だ。頑張れ。我が命を聞きたまえ。正々堂々勝負せよ。修練が足りなかったか。さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。向かい皆の者、俺に続け。
お待たせしました、私の副兵たち。今がその時です。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。あ、ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば、実はすでに北斗さんと和葉さん、この後何かお考えは。でしたら、三五幕府軍が一時的に撤退したと、メガリレーは廃止されておらず、三五宮へ行き、僕も渡積島には詳しいんだ。引きつころ、こたび抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱い。